の趣味部屋へようこそ。今回もね、いやフィギュア紹介しますけど、またちょっと間空いちゃったね。申し訳ないですね。いやそうそうね、紹介するものがなかったんですよね。まあね、最近ね、海外フィギュアがね高いんでね、あまり、フィギュアの購入頻度が減ってますけどね。ようやくね、こちらが発売になってやっと海外から届きました。はい、見てわかる通りね、KOL と書いてありますね。これは海外メーカーの多分ロゴですね。はい、一応ね、こんな感じで、はい、向こうのね、なんとか品って書いてありますね。取り扱い注意ってことでしょうね。で、シリアルナンバーが、入ってあります。358分の、23ということでね、随分中途半端だよね。358ですよ。358ってめっちゃ中途半端に作ったなと思うんですけど、多分ね、おそらく受注生産だったんじゃないかなと思うんですよね。で、多分作られた数が358体ということだと思うんですよね。はい、それの23体目っていうことですね。はい、いやー、これはね、めっちゃ楽しみなんですよ。へえ、いやー、これはね、ちょっとファンにはね、よだれもんじゃないかなと思うんですよね。一応ね、これはもう送られてきた輸入の、ダンボールなんで、とりあえずね、本当の箱、そちらをね、見ていきたいと思います。まずね、この段ボールを開封したいと思います。はい、開封し終わりましたね。開封し終わったといっても、本当の箱の方まで、持ってきましたが、ご覧の通りね、KOL プラス、はい、で、でかいし重いんですよ。やっぱり海外製品なんでね。いや、めっちゃ重いこれ。で、下にはメイドインチャイナ、メイドインチャイナって書いてある。でね、ちょっとね、やっぱ海外から送られてきてるんでね、はい、ちょっとね、箱の潰れがありますね。いや、これもまたちょっと不安っちゃ不安ですね。前回のスーパーサイジン4の悟空の剣があるんでね、ちょっと怖いよね。で、上蓋、はい、で、横、はい、で、裏側はね、デザインが同じですね、表と。はい、なので、お見せはできませんけどね、重いんでね、動かせない。はい、じゃあね、早速、箱を開けてね、多分発泡スチロールだろうな。ちょっとそこまで持っていこうかね。はい、はい、今ね、上蓋を開けましたが、こういうのが入ってますね。めっちゃかっこいい。これは何だろうな。特に何も裏とかないんで、デザインした紙ってことかな。で、端っこにね、多分シリアルカードかな。シリアルナンバーとかは入ってませんが、一応ギャランティーカードみたいなやつですね。正規品ですよっていう、正規品って言ってもね、このメーカーの正規品ですよっていう意味のカードですね。はい、しっかりしてるね。案の定こういう感じで、発泡スチロールですね。
はい、一番ね上の段を、開けましたが、まあこういう感じで入ってますね。何なのか、これは湿気取りのやつですね。もうエフェクトだね、これはエフェクト。はい、いやー先端が気になってくるよね。はい、ではね、もうめんどくさいんで全部袋から取っちゃいましょう。はい、はい、一応ね最上段の、開封が終わりました。はい、見ていきます。まずね、まあ、エフェクトですよね。エフェクトが大多数だね、この段はね。まあ、一応ね、見て回りましたが特に欠けとか俺はなさそうですね。はい、で、ここにね、ゾロの、顔がついてます。はい、見ていきましょう。こちら、いやどうですこれ。いやこれ笑ってんじゃないんですよね、うん、刀くわえるんで開いてるんでね。いやこれはね出来いいですよ、やっぱりめっちゃいい、似てるしね、うん、いやいいね、かっけー、いや素晴らしい、エクセレント、わお。はい、でまあここにもこれはあれかな、帯かな、うん、ゾロの帯かな。はい、で、ここにね、上段に、これは服ですね、上の着物つか、の、腕のところ、あとはエフェクトに、刀ですね、鞘3本。はい、でね、これ刀がすごいんですよ。これね、鉄でできてるのかな、重いんですよ、こう、うん、こういう感じでね、ほんとねすげえ結構重量感あるんですよこれ。いやこれめっちゃできいいよ、半端ない。これは秋水ですね。はい、で、三大鬼鉄、波紋とかもねすげえちゃんと表現されてますね。いやすげえ。で、大技者の、クリーナー片身、和道一文字、いやーすごいね。これは口に加えるタイプですね、ここに時計がついてます。いやこれはいい。あとはエフェクトで湿気取り。はい、最上段はこんな感じですね。はい、ではね、中段、三段重ねなんでね、中段見ていきましょう。はい、中段です。はい、中段ね、エフェクトが入ってます。はい、これもお礼やかけるな、折れかけなし。はい、で、ゾロの、下半身、いやこれも作り込まれてるな、ブーツとかすごいね。でもこのね、パンツの、グラデーションとか陰影とかもすごいちゃんと入ってる。で着物の、こういうダメージ表現とかね、シャドウとかちゃんと丁寧に作られてます。うわすごいね。はい、でエフェクトで、でっかいエフェクトで、エフェクトで、上半身、うわすごい、めっちゃすげえ筋肉、うわすごいな、リアル。
すげえ。いや文句ないね、造形力半端ない、前回のね POP の、白ひげもすごかったですけど、これもすごい血管が、表現されてますね。うわめっちゃすげえマッチョ。はい、こんな感じですね中段は。はい、ではね早速、土台となる虎の方に行きましょう。はい、はい、最下段、はい、虎のお顔、はい、まずはエフェクトがちょっとついてて、じゃじゃじゃんとね、でけえ虎の頭でけえよ。見てください、私の手はこのぐらい、大人の手以上です。はい、こんな当てれますねこれね。あ、向こう向いてるんですけどね。はい、もう全部もうほとんど虎のパーツですね。虎の頭、はい、いやこれはすごい。ではね早速ね、こちら側向かせて、虎のご尊顔拝みましょう。はい、はい、ね、いや重い、めっちゃ重いわ虎の頭。はい、こちら台座、はい、こういう感じでね岩の感じで、はい、こっから虎の頭見ていきましょう。いやね、とにかくこれリアル、下見てこれ、あとねこれね下にちゃんと血管が入っててめっちゃリアル。うわある意味気持ち悪いぐらいリアル。じゃじゃん、もうめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。やばくないですかこれ。わめっちゃかっけえこれ。なんだこれ。うわここまでの表現はできねえな本当。日本のフィギュアでは、まあ市販品のね。まあ頑張ればできるんでしょうけどね。すげえ迫力半端ないなこれ。もう牙とかもすごいな。これ普通にこう手が、はい、噛まれてるぐらいの勢いですよね。いやすげえこれ。いやでか、見てこれ、うわすごい。はい、でお見せし忘れたんですが、一緒に、入っていたのがこれプレートロロノワゾロ、はい、こちらのプレートですね。おそらく多分ここに磁石で、はい、すごい、はい、ではね早速ね、組み立てちゃいましょう。はい、あそういえばね、お見せし忘れましたが、台座の裏はね、こういう風にちゃんとシリアルナンバーが入って出ますね、ゾロの顔と、はい、はい、こんな感じで一応ね、これがねだいたい正規品、まあメーカー正規品とあれの違いですね、偽物、うん、偽物はねだいたいプレートの裏無地とかね、なかったりしますんでね、うん、こうやってしっかりお見せしようと。はい、ではね重いんで組み立てちゃいます。はい、組み立て終わりました。はい、
や細かかったな。パーツがねいっぱいあるんでね、いやエフェクトとかね結構つけるのどこかなって探しましたね。はい、ではね早速見ていきましょう。じゃ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 んとね、何これめっちゃかっけー、なんだこれ、うわーすっげーかっこいい、なんだこの迫力、半端ないぜ。いやこれはすごいな。うーわめっちゃかっけー、すごいなこれ、ほんとこの爪の造形とかね、いやーすげーわ。しい造形だ。何かこの虎がねこうインパクトがすごいね、ちょっとした本当高級置物ですよすげえな、すげえ造形力、ゾロウルトラガリ、あかっこいい。若干この三代鬼徹のね持つ手がね若干ちょっとカパカパなんですよね、うん、まあ個体差だろうけどちょっとカパカパ、これ気になるな。とにかく凄まじい出来だな。でねこれねこうくるっとね回していきますがね、これ裏のね台座にねちょっとねこうワンポイントでここにプレートが入ってるんですよ、メーカーの。これもね、偽物を分ける時の、目安になるんじゃないですかね。ここにねプレートが入ってます、うん、いやこれはすごいな、細かいわ、うわこうねエフェクトがねこれ一本一本ねこうマグネットでつく仕様です。はい、いやーすっげー、いやーこれはねほんと凄まじいわ。これねゾロファンだったら間違いなく最高傑作じゃないですかね。こんなこと言うとね、国内のね、まあ要は正規品オンリーでね集めてる人からしてみりゃ邪道だって思うかもしれないですけどね、うん、まあ自分はねもう造形力で見てるんでね、海外のねなんか正規品とかね不正規品とか関係なく、はい、まあ、それについては賛否両論あるけどね、今ね海外のフィギュアをこうやってね出来がどんどん良くなっていくんですよ。日本のフィギュアも頑張ってほしいね。でもねここで朗報なんですけれども、なんと POP マキシマムに、ゾロ出ますね。はい、もう皆さん、予約しましたでしょうか。まあ、メガトリショップとプレミアムバンダイとかね、そこら辺で発売予定ですね。来年の5月かな。うん。POP マキシマムロノワゾロ。はい、こちらのね、3000世界バージョン。はい。これめっちゃ出来良さそう。これもね、めっちゃ買いたい。もう今すぐ欲しいっていう感じの。やばそうだね、これ。はい、国内正規間違いなく、決定版になるんじゃないですかね、この POP マキシマムは、
やめっちゃ今から楽しみに待ってます、はい。で、あとね、まあこちらのね、KOL ブラザーのね、同じこのシリーズ、同スケールで、ルフィですね、ルフィが、次出ますね、はい。あ、もう出て、まだ出てないか、はい。あとサンジとかね、チョッパーもありますね。めちゃくちゃこれできんでね、他のフィギュアも半端なく多分できいいと思います、はい。まあ、自分はねちょっと、予算の都合でね、もう本当自分の一番好きなソロだけ、購入しました。あとはね予約してないんですけどね、うん、いやとにかくねこれはね、出来がいい分ね、まあお高いですよね、海外品だし、うん。すごいかっこいいわ、まあ、あとね、一応自分のね、チャンネル、にね、よくあのコメントでね、多いのが、どうやってね、海外のガレージキットを買うんですかっていう質問がね結構多いんですよ、うん。なのでね、もしあれだったらちょっとね、ちゃんが次の動画でちょっと紹介するかもしれないです、買い方とかね、あとはまあちょっと自分の、おすすめする、業者さんとね、ご紹介をさせていただこうかなとも思います、はい。まあそこら辺でね、まあこれをきっかけに海外のフィギュアにも、興味を持っていただければなと思います。まあ、別にね、自分はそういうスポンサーとか入ってるわけじゃないんでね、別におすすめとかもしてるわけじゃないんですけどね。うん、まあ、ただね、本当、まあ、これを機にね、嫌ってた人も、まあ、ぜひね、手に取る機会が増えればなとも思います。まあそんな感じでね、一応ね、次は何だろうな、次ナルトもあるんですよね。ナルトもちょっと、手に入る次第、ってなりますけどね。まあちょっと今発売延期になってて、まだ届かないんですけど、ナルトとあとドラゴンボールはあったかな。まあ、そこら辺はね、まあ、手に入り次第お伝えしていこうかなと思います、はい。ということでね、今回はもうめっちゃ凄まじいインパクト、はい、ソロですね、はい、こちらご紹介させていただきました。この機会にねぜひね、チャンネル登録、あとねいいねボタン、あとねアンチ以外のコメントは必ずハートをつけてお返しします。はい。まあ、アンチコメントは即削除しますんでね。はい。まあ、いろいろ言ってきても、消しますんで。っていう感じかな。うん。まあ、自分はね、こういう感じで、海外のフィギュアが結構多めに、紹介してますんでね。この機会に、ほんとね、他のも見てください。はい。では。今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。